アイオワ準州の領土アイオワ準州は1834年7月4日からその南東部分が分割されて29番目の州アイオワになる1846年12月28日までに存在したアメリカ合衆国の編入領地この準州を構成する地域の大部分はもともとルイジアナバイ州地の一部でミズーリ淳州の一部であった1821年に ミズーリが州になると、このエリアは事実上未編入領地となった。この地域には、ブラックホーク戦争が終結した後の1830年代から白人入植者が入り始めた。1834年6月28日にミシガン駐州に属し、ミシガンが州になった1836年にウィスコンシン駐州と分けられた。当初アヨア駐州は、 ウィスコンシン・準州西部にあるミシシッピ川伊勢の地域、アイオワの地区だった。1838年に創設された準州の、州の元々の境界内には、ミネソタと南北ダコタの一部が含まれ、面積はおよそ19万4千平方マイルほどあった。バーリントンが当初臨時の首都となり、1841年にアイオワシティが公式に、準州都に指定された。 1846年にアイオワが州に昇格するとアイオワシティはそのままアイオワ州最初の州都となった。ありがとうございます。